発見 TV プラス、どうも森本健太です。皆さんは健康診断をちゃんと受けていますか？病気を未然に防いだり早期に発見したりするためには健康診断は欠かせないですよね。そこで今回のテーマは、これは大事ですよ。日本人の死亡原因の第1位を占めるがん。今や2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなっている。そう多いんですよね。がんの恐ろしいところは、初期にはほとんど自覚症状がないということ。症状が現れた時にはすでに進行していたというケースも少なくない。健康だから自分は大丈夫と他人事のように考えている人が多いけれど、健康な時にこそ定期的に検診を受けることが大切なんだ。がんはですね、検診を受けて早期に発見し早期に治療することが一番の対策なんですよ。大切な命を守るためにも、まずは皆さん一人一人が自分自身の体と向き合うことが第一歩です。そう、がんは早く見つかればその生存率は9割を超す。早期に発見できれば病気の進行を食い止め、治療によって治すこともできるんだ。そこで県はがん対策日本一の実現を掲げ、検診を呼びかけている。しかし県内の受診率は年々上がってきているものの、未だ 50% にも達していない。そんな中、今年もこの方が立ち上がったぞ。広島県民よ、もう待てぬ、すぐ受けたまえがん検診。去年は閣下が自らの声で県内 C 町のがん検診窓口へ案内する閣下ダイヤルを設置。今年はさらに進化した秘策を考え出した。それが閣下 E メール。E メール、どんな E メールなんですか？閣下 E メールに登録すると、閣下からがんの基礎情報やがん検診の日程などお知らせが定期的に届く。さらに登録した人の中から毎月4名に抽選で素敵なプレゼントが当たるぞ。登録方法はとても簡単。インターネットで登録画面にアクセスし、 E メールアドレスを入力したら、あとは住んでいる市町を選ぶだけ。ああ、これ簡単ですね。これまでの啓発に加え、より受診行動に結びつくよう閣下自ら配信していくぞ。広島県民よ、もう迷うことはない。今すぐ登録して我が輩の E メールを受け取りたまえ。早期発見早期治療ができれば、がんは治せる病気なんですね。自分は大丈夫ではなくて、健康状態を確認するためにもがん検診を受けてくださいね。広島県からのお知らせです。県立技術短期大学校では6月6日をはじめ、ご覧の日程でオープンキャンパスを開催。授業で使う施設や設備などの見学やものづくり体験もできます。6月27日グランドプリンスホテル広島にて、県主催の婚活セミナーと独身男女の交流会を開催。結婚を希望している人が出会いのチャンスに恵まれるよう参加者を募集中です。広島発見 TV プラス、次回も水曜夜をお楽しみに。